どうもこんにちは、即課塾の久保です。今回ね、竹中平蔵さんのちょっとコメントをですね、取り上げてみたいと思います。えこんなことを言われてます。竹中平蔵。まあ、すべてを給付金型奨学金にすれば、大学生はますます勉強しなくなる。極端な言い方をすれば、ただでお金をもらうわけですから、勉強する必要が低下する。ということですよね。皆さん、どうですかね。大学に行って、今、 一生懸命勉強している人確かにいると思いますけども、果たしてそうなんでしょうか。勉強って何なんでしょうかね。勉強っていうのはおそらく将来使う能力を培っておこうということだと思いますけども、将来どんな能力を使うかってこれわかんないですよね。でね大学に行って確かに講義を受ける。まあ、それは建前としてあると思いますし、 そのますます勉強しなくなるっていうけども勉強しなくなるんだったら大学の試験に通らなくなるから留年するわけじゃないですかだからその辺で大学内の自治とか秩序とかそういったものにお任せすればいいんじゃないかなと思います現在はですね大学に行くお金がないから行かないっていう選択をする人がいてその中に大学に行ったらね100人中1人1,000人中1人かもしれないけども将来10年後30年後40年後50年後にね ここののの国やこの世の中に大きく貢献すすよね。じゃあ1,000人中999人が遊ぶからっていうのでその残された1人の可能性を潰すことがいいのかどうかってことですよね。であとただでお金をもらうわけですから勉強する能力が低下するっていうのもものすごくね古臭い価値観でただでお金をもらうけども勉強する意欲が低下しないものを 追求すればいいんじゃないかなと思うんですよ。その中にはたくさんのものがありますよ。例えばね、大学に行って、勉強は全然ダメでした。もう苦手で、えー、大学の勉強をついていけなかった。なんとか落第を避けるのが精一杯だった。でも、サークル活動で人々をまとめてね、一定の方向性をその中で見出した。まあ、例えばね、 私なんて軽音楽部入ってましたけども大学に行きながらサークル活動軽音楽部を一生懸命盛り上げてねそっちの方で才能を発揮してあ俺俺の人生は音楽にあったんだなって気づいたらそれはそれで大きな勉強だと思うんですよしかもそれは大学の中でサークル活動といってねこう許容されてる範囲の活動じゃないですかじゃああそこの部活に入りたいからあそこの野球部に入りたいから勉強そっちのけで野球のことばっかりを一点集中した こういうのって現状でもありますよね。どうですかねスポーツ推薦で大学に行った方。ね、勉強意欲ありますかね確かに勉強の意欲は野球には向いてると思いますけども、他のどうしても受けないといけない一般教養とか必須っていうのにね、そんなに意欲向かないと思いますよ。それから問題はですね、奨学金を受けて大学に行って、せっかく勉強意欲持ってね、卒業したのに、就職後も いきなりは高い給料にならないわけですよ。ほとんどの方がね。じゃあそういう方がね、奨学金の返済に追われて、40代ぐらいまで払ってるっていう、この現状どうするんだってことですよ。40代まで払ってたら、人生の余裕がなくって、せっかく培った能力を生かす前に、もう日にお返すことで精一杯でね、それこそ本末転倒になるわけですよ。大学に行って、さあ能力を使うぞと思ったら、返済が先にもう迫ってくるから、とりあえず、返済が あ優先的にできるような仕事を選んじゃって自分の能力を使うようなところがなかなかねあのいけなくなっちゃったみたいなでそのうちに自分の能力を生かすところの旬が過ぎてもう借金を払うだけで30代が終わりましたみたいになってくるわけですよだから竹内平蔵さんってねあの、まあ、まともなこと言ってるんですよこれは本当に確かにただでお金をもらったら金を稼ぐために頑張るぞって意欲はなくなりますよ、うん、でも それは金を稼ぐために頑張ってるだけであって、能力をつけるために頑張ってるのとはちょっと違うんですよね。うん、だから、昭和の頃には確かに働かざる者空うべからずってありましたけども、じゃあ働くってことの意味がね、農業をやることとか、どっか工場で働くっていうのとはちょっと違って、例えば今ね、自分の好きなことをやっても、その中から収益が生まれる形ができちゃったっていう、この時代に考えてみると、客観的には遊んでるんだけども、だけどもね、それは、 多くの人から見たら、ギャラを上げてもいいような仕事だよねってのがあるわけですよ。じゃあ、私の大好きなね、ブレイキングダウンっていう番組がありますけども、あれは今となってはものすごくね、一つの興行になってますけども、もともとはね、あそこに、えー、出てきた朝倉美厨さんって、その日その日を喧嘩して過ごしたわけでしょ。それこそ勉強役なんて全くなかったわけじゃないですか。でも、その、まあ、町場の喧嘩がね、いつの間にか格闘技というものに、 なっていっててい確かに大学で多くの人が学べる勉強をしなかったけども、うん、その格闘技の能力が結局人間関係とかねカリスマとかね興行のやり方とかっていうものに意欲を向かわせてで、えー、今の形になってると思うんですよ。でそこには従来型の勉強があまり役に立たなかったのかなと。じゃあ朝倉未来さんがまあ喧嘩をするのは良くないからやめてね。で あの運動部入って進学しました大学行きました勉強して卒業しました目立ってますかねこれどうですかねまあ家庭の話なんでなかなか分かんないと思いますけども道を外すすここととによよっっててねやっぱこううでできてくるる価値もあるかなと思うんですよまあそれがあの犯罪とかになってくるとあんまり進められることはありませんけども一つのね極端な例としてあのお行儀よくやればいいってもんじゃないっていう時代になってきたのかなってところもあるわけですよじゃあ もしかしかてね大学に進学したいけどもお金がないと学力が十分だって人に対して返済型のしかも金利までつくような奨学金を出した時にじゃあその人はその借金を負ってまでね学ぼうっていう意欲これ本当は失っちゃうんじゃないですかね。だから竹中さんに言いたいたのは ただでお金をもらうから勉強する必要が低下するって言いますけども、ただで勉強させてもらえるからこそ意欲が湧くっていう風な発想はないのかってことですよ。言ってみればね。じゃあ行ってらっしゃい。